2022年6月5日、北朝鮮はわずか30数分という短い時間内に、少なくとも4カ所から日本海方面に向けて合計8発もの短距離弾道弾の連続発射を敢行しているね。日本では穏やかな日曜の朝を迎えていたはずのそんな日に、北朝鮮は本当構いなしだよね。だな、これにより朝鮮半島に危機感が高まっているぜ。毎度のことだが北朝鮮には頭を抱えさせられるな。そうだね。さて今回は、そんな北朝鮮が短距離弾道弾を発射したことに対抗し、韓国アメリカ両軍もそれ以上の速度で同数の GM-140A タクムスの発射で牽制したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国軍の見解によればこの今回の北朝鮮の短距離弾道弾は火星シリーズに分類されるもので、アメリカ軍のコードネームでは KN-23 および KN-24 と呼ばれているタイプであり、いずれも移動可能なプラットフォームから発射された模様だね。KN-23 はイスカンデルの通称でよく知られているロシア製の旧 K720 短距離弾道弾に類するものだと考えられていて、推進剤として固形燃料を使用して車両搭載型で運用し、ロシア軍では2006年から配備が進められているんだ。イスカンデルは国内のロシア軍向けのものが M 型で最大射程距離は約 400km、海外輸出向けの E 型が同約 280km と見られているんだけど、ことに M 型はこれを延伸する余地を持って製造されているとみなされているよ。これは旧ソ連現ロシアとアメリカとの間で1988年6月から2019年8月まで交わされていた中距離核戦力全廃条約に基づく措置であり、ここでは射程距離 500km から 5500km までの地上発射型の弾道弾と巡航ミサイルの保有が禁じられていたんだ。アメリカの前トランプ政権が2019年8月にこの中距離核戦力全廃条約を破棄した理由は、同条約に拘束されない中国がその間に同範囲の射程距離を有する弾道弾、巡航ミサイルの開発と保有を進めてきたことが主な要因だったみたい。ここで生じた弾道弾巡航ミサイルのアメリカと中国との射程距離のギャップは2022年6月時点でもまだカバーされていなくて、中国のそれらは在日アメリカ軍基地はもちろん、グアム島までも射程距離内に収めるに至ったため、大きな脅威とされているぜ。KN-24 は昨今のウクライナ戦争でも、ウクライナ軍へのアメリカ・イギリスなどからの供与が決まった多連装ロケット砲、それらで運用可能な MGM-140A タクムスに外観上はよく似たミサイルと評されているんだ。ただし北朝鮮がアメリカのロッキード・マーチン社が製造している MGM-140A タクムスを入手し模造品を製造することは、物理的にも技術的にも甚だ困難であることが明白であることから、外観の類似に止まるとの見方が大勢を占めているな。天下のロッキード社の技術を北朝鮮が完全に模倣することは難しいよね。いずれにせよ北朝鮮が KN-23 および KN-24 とみなされる複数の形式のミサイルを、複数箇所から短時間のうちに発射したことは事実であり、これを受けた韓国軍とアメリカ軍とは翌日の6月6日、GM-140A タクムス8発を牽制のために発射したと発表したようだね。ここで用いられた GM-140A タクムスは6日早朝の午前4時45分からおよそ10分の間に韓国軍が7発、アメリカのインド太平洋軍が1発の合計8発を韓国の東側の沖合の海上に発射したとされ、時間的にも北朝鮮を上回る能力を見せつけた形だぜ。GM-140A タクムスはアメリカ陸軍によって1991年の湾岸戦争並びに2002年のイラク戦争で実戦投入された兵器だけど、ブロック1、1A、2、2A の4種類が存在していて、韓国軍はブロック1を111機、1A を110機調達しているみたい。ブロック1は射程距離約 165km で管制誘導方式を採用しており、ブロック 1A は射程距離約 248km で GPS 誘導方式だけど、今回どのタイプを韓国軍が発射したのかの詳細までは公表されていないんだ。その状況はアメリカ軍が発射した1発も同様であるが、ちなみにブロック2は射程距離約 140km、ブロック2A が同約 300km とされており、一口に GM-140A タクムスといっても様々な仕様が存在しているぜ。アメリカ軍と韓国軍とは6月2日から4日にかけての期間、海軍艦艇や航空機を投入した合同軍事演習を敢行していて、アメリカ海軍からはミニッツ級大型原子力航空母艦の9番艦で、日本の横須賀を母港とするロナルド・レーガンが参加していたんだ。こうしたロナルド・レーガンのような大型原子力航空母艦が韓国軍との合同軍事演習を行ったのは2017年11月以来であり、実に4年半ぶりのことなんだけど、この時も北朝鮮の弾道弾発射などが相次いだことへの牽制だと目されていたよ。ウクライナ戦争の勃発でやや印象が薄れた感はあるものの、
今年2022年は年初より北朝鮮の弾道弾や巡航ミサイルの発射が立て続けに行われていて、アメリカとしてはこれを看過できないことから追加の対策が検討されているんだ。ウクライナのことで世界が憂いているっていうのに、北朝鮮はほんとモラルがないよね。世界がウクライナとロシアに目を向けている間にって混沌が見え見えだよ。その北朝鮮に向けた追加対応の一番手だと目されているのがアメリカ空軍が有する B-1B 戦略爆撃機の投入であり、同機は2021年2月時点で同空軍で62機保有されていたけど、これを45機体制にまで削減していく方向が打ち出されていた機体でもあるみたい。これらの B-1B 戦略爆撃機は2022年時点では全てアメリカ本国の航空基地に配備されているんだけど、かつて2016年には一時的にグアム島のアンダーセン基地にやはり北朝鮮の牽制目的で全身配備されたという経緯もあったよ。B-1B 戦略爆撃機は1986年から配備が開始された旧式機ではあるけど、全長 44.81m、全幅最大時 41.67m、全高 10.36m の可変翼を持つ機体で、機体内に約34トンの各種兵装を搭載していて、速度マッハ 1.25 で航続距離は約12000km を誇っているんだ。このためグアム島に B-1B 戦略爆撃機を全身配備した場合には、朝鮮半島まで約2時間で到達することが可能であり、B-2 スピリットのような機体本体にステルス性能は有しないものの、北朝鮮程度の防空能力であれば攻撃は容易だと考えられているみたいだな。B-1B 戦略爆撃機に24発が搭載可能なロッキード・マーチン社製の AGM-158BJASSMER 空対地ミサイルは 900km 以上の長射程を誇るスタンドオフかつステルス性能を有する巡航ミサイルであり、北朝鮮を領空外から攻撃可能であるんだよ。またアメリカ空軍でもわずか2機しか保有していない希少な RC-135U コンバット戦と戦略偵察機が、中国の領空に向けて飛行したとも伝えられていて、暗に北朝鮮の支援を行う同国へのアメリカの姿勢を表したものと受け止められているみたい。RC-135U コンバット戦と戦略偵察機も基本は全てアメリカ本国、ネブラスカ州のオフアット空軍基地の第55航空団に配備されているんだけど、ここから在日アメリカ軍の沖縄県の嘉手納基地に派遣されるケースも確認されているよ。そのケースではの C-135U コンバット戦と戦略偵察機は、大半が北朝鮮の弾道弾や巡航ミサイル、また核実験等の監視任務に従事するための行動であるとみなされていて、今回の同様の動きが見られる可能性が高いと思われているんだ。ウクライナ戦争は日本にとってもロシアの脅威が再認識される事態となっているんだけど、北朝鮮をはじめ中国と対話の成立しそうにない国々を隣国に持つ危険性は高まりこそすれ、一向に下がる気配は感じられないね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、甲子園についてだよ。そういえばもうすぐ甲子園だね。コロナの影響でできない年もあったけど、できるようになったからよかったね。確かに、あれは見る人をドキドキさせるからな。しかも甲子園を見て子供たちが野球を始めるケースも多々あるらしいぜ。その通りだね。甲子園の名物と言っていい土を持って帰る行動だけど、誰が最初にしたかわかるかな？そういえばみんな持って帰ってるね。最初から持って帰るものだと思っていたよ。俺も最初からあると思ってたぜ。それじゃ解説していくよ。甲子園の土を持って帰るという行動を最初にしたのは、とある敗戦投手なんだ。それは小倉北高の福島投手だそうだよ。小倉北高は6回連続で甲子園出場を果たし、夏の甲子園も2回連続で連覇していたそうなんだ。さらに、5試合連続完封をしており、優勝の期待が高まっていたんだ。福島投手にとっても、最後の甲子園で3連覇もかかっていたことで、強い気持ちで試合に臨んだそうだよ。それは確かにプレッシャーであり、気合が入るシチュエーションだね。しかし、準々決勝の試合で打ち込まれてしまい、さらには肩を痛めたため降板することになったんだ。その後は、延長戦まで行ったんだけど、さよなら負けをしてしまったんだ。その直後に福島投手がベンチから立ち上がって、ホームベースへと向かっただよ。そして、しゃがみ込んで土を握りしめ、ズボンのポケットに入れたそうなんだ。その光景は大会の運営委員や観客にも目に焼き付いたことだろうね。これが甲子園の土を持って帰るという行動の始まりだったんだ。なんかすごいね。福島投手は相当な覚悟を持って試合に入ったのが伝わったよ。そりゃ自分が降板してしまった試合で負けたとあや相当悔しかっただろうな。でも、甲子園に出れただけでもすごいから、当時の福島投手を褒めてあげたいよ。確かにな。何万人と甲子園を目指している中、夏に連覇はすごすぎだよね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。
また明日の動画も見てね。それじゃまたな。